今日はアウトサイドでのシュート練習をしてみたいと思います。アウトサイドでのシュートはシュートブロックの相手の、足を出すタイミングだったり、まあ、キーパーのタイミングをずらせるっていう、まあ、メリットがあるので練習してみたいと思います。ただそのタイミングをずらしてもシュートスピードが遅かったりコースが甘かったら普通にシュート打った方がっていうことになっちゃうので、まあ、なるべくシュートスピードとコースを意識して練習していこうと思います。